はい、まさぴ21です。パスワード地獄ということで、昨日ですね、iPad の方の、携帯回線はいらんよなとか思ってちょっと解除しに行ったんですね。で、電話代を下げてね、いいだろうとか思ってたんですけど、考えたらね、 SIM ロック解除をね自分でしないといけないっていうことで、お店だと手数料とかかかるんで、自分でやっちゃおうみたいなことで iPad の分のね、SIM ロック解除をしようかなとか思ったんですよ。でそっからがねちょっとパスワード地獄でして、本来ね他社の SIM 入れたらそれで解除されるらしいんですけど、別に僕他社契約してるわけでもなくって、もう iPad はね、Wi-Fi だけで使おうかななんて思ってるので、一回ねリセットしないといけないらしくって、なんかめんどくさいなとか思いながら、とりあえずね iTunes でバックアップ取ってから初期化したんですよ。で初期化して、もう一回復元したら SIM ロック解除できますよということやったんで、めんどくさいな思いながら昨日やったんですね。そしたらですね、なんか iTunes のね暗号化っていうのにチェックが入ってまして、でその暗号化のパスワードっていうのがあるらしいんですよ。で僕一生懸命 iTunes のその Apple ID のねパスワードとか入れてたんですけど、暗号化パスワードってなんやねんっていう話になりまして、結局丸々2日ぐらいいろんなものを試したりとか、なんやかんやこうね方法を考えたりとかしたんですけど、バックアップがあるにもかかわらずそれは引き出せないという状況に陥ってしまいまして、仕方なくね iCloud からね元には戻したんですけど、昨日の段階でスタイフとかがねもう消えちゃってる状態やって、こう困ったなとか思って、で、なんやかんやして、一応復元はさせたんですけど、写真に関してはね僕は iCloud にバックアップしてないので、600枚ぐらいだと思うんですけど、そんなに撮ってないんでね、iPad ではね、なんですけどは戻ってこない状態になっちゃいました。大事な写真でね、ほぼほぼスマホの方とか Google でバックアップしてるので問題ないんですけど、なんか悔しいなみたいな感じがありまして、それの暗号化パスワードを初期化するためには、もうそのバックアップのデータ捨てるしかないんですよね。で諦めりゃいいんですけど、なんかね自分としてもそのサンプルメーター写真しか入ってないので、ほぼほぼ仕事専用で使ってたんでね、なんで諦めたらいいのに、なんかちょっと悔しいなみたいなのがありまして、でパスワードをどうにかしようみたいなことで散々試したんですけど無理っていうことで、今までのデータとかにいっぱい引っ張り出してやったんですけど無理っていうことで、今現段階でその iPad をその契約した時の多分数年前にその暗号化パスワードを決めたんだろうなっていうことで、本体が入ってた箱とかねそういうのを引っ張り出す感じで、部屋の中ぐちゃぐちゃになって嫌になったっていう感じです。はい、もうこっからどうするみたいなんで、ちょっと休憩でね、スタイフ収録でもするかみたいな感じなんですけど、諦めりゃいいのにね、なかなかね、パスワードってなると意地になってしまうんですよね、なんかね。今部屋がえらいことになってるので、どなたかね手伝ってもらえたらありがたいななんて思います。はい、ちょっとすごいね散らかすだけ散らかしたけど、これどうするんっていう状態になっちゃってます。はい、ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押してもらいますと、こちらからもお伺いできるかと思います。頑張って片付けるかな。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。病気モード発令ということでね、今日じゃないんですけど昨日ね病気モードを発令しまして、1日ねゆっくりさせてもらいました。
まあ、ちょうどねあんまりやり取りも少なくて済んだんで、まあ、最小限のメールのやり取りぐらいで、まあ、ほぼほぼね、病気な感じで過ごしました。まあね、この病気モードってなんやねんっていう話なんですけど、まあ、これ僕が勝手に作ってるんで皆さん知らないと思うんですけど、病気になったような状況を作るみたいなね、うん、っていうのはね、まあ、なんでするかっていうと、まあ、めったにないんですけど、なんでするかっていうと、あの例えばね病院で入院しましたとかって、まあ、1日ベッドの上とかおるわけじゃないですか。で大したこともできませんっていうね、最小限のことにするよ、ね、考えても仕方ないよとかいうね、うん、だって何もできないんだもんみたいなね、うん、ことですごいあの結構自分を見つめられるっていうのかな、うん、そういうのがありまして、まあ、それがね足らない時に病気とか怪我とかするんじゃないのみたいな意見もあったりするんで、それなら先に自分からやっちゃおうみたいなんで、うん、昨日たまたまねその日やったんで、あの何もしないみたいなね、ネットのニュースとかも見ない、もうスマホとかも触らない、まあ、頑張って読書とするとかね、映画見るとかそんなの全くないみたいなね、うん、普段のオフとは全く違う感じのオフをね、ちょっと過ごしてみようみたいなんで、うん、もう頑張らない一日っていうんですかね、うん、もうゴロゴロするだけ、ダラダラするだけみたいなね、うん、もうとことんしますよみたいなね、うん、もうしたらねやっぱ気づくこととか結構あるんですよね。冷静に自分の方向性とかね、なんかやってることの無駄とかね、なんかこういろんなことに気づけるので、やってよかったなぁなんて思ってます。こんな風に言うとね、昨日スタイフサボったのがね、すごいものすごい正当な理由でねサボったように聞こえるので、収録してみましたということで、また下に並んでるボタン等を押してもらいますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。アメちゃんとコメントについてなんですけど、まあ、昨日の配信でね、まあ、簡単に大阪の、ね、おっちゃんおばちゃんになろうみたいなね配信をして、コメントとかもいただいてるんですけど、その中でね、Kindle 作家の日立みどりさんから、先生アメちゃん持ち歩いて配るは不正解ですかってあるんですけど、これね、まあ、コメントでねお返しするとちょっと長くなるので、収録しちゃおうかなみたいな感じで、今収録してます。ね、まずね、アメちゃんって言ってる時点で、あ、もう全然もう OK ですね。もうそのエリアには突入してますよね。うん、まあ、関東の方とかね、だってね、ちゃんつけないでしょ、なんかね。なんか普通にこう、ね、アメ食べるとか言うじゃないですか。じゃないので、アメちゃんって言ってる時点でもうどっぷりですよね。もう十分そちらエリアには入っていけます。もう余裕ですよね、はい、もう正解不正解よりかもうどっぷり浸かることは可能です、はい。で、実際に持って歩いてるのかどうかっていうことなんですけど、これね特に関西女子は気をつけなあかんと思うんですけど、無自覚というか無意識というか知らん間にそっちエリアに入っちゃってるんじゃないかなと思います。その境目がねすごい難しいと思うんですよ。で、まあ、若くてもなんかこうバッグの中にいろいろ入れるじゃないですか。で、まあエチケット的なもので、まあ、フリスクとかね、そういったものをなんかこうね持ち歩くかなみたいなところで、まあ、ちょっと口が寂しい時にみたいなんで何か持ち歩いてたりとかすると思うんですよ。それがね、知らん間にアメちゃんに変わってしまってる、うん、知らん間に変わると思うんですよ。でもその時って自覚症状が多分ないと思うんですよね。でもその時点でちょっとやばいっすよっていうね感じなんですよ。まあでも今現段階で持ち歩いてる方たちはその段階で知らん間にいつの間にかアメちゃんになってるっていう形だと思います。なのでもしねカバンにアメが入ってたら、あれってね、私はそっちエリアに入っちゃったんかなっていうふうにね、一つの判断基準にしてもらったらと思います。で、この持ち歩いて配るっていうことなんですけど、本当にねほんま配るっていうのを
確かにそうなんじゃないかなって思うんですけど、まあ、以前ね、僕も、どちらかというともらう方なんですけど、以前ね、仕事の帰りにたまたま歩いて帰ろうとか思ってね、歩いてたら、ダーッと雨降り出したんですよ。でちょっとね、スーツとか着てたんで、濡れたら嫌やなとか思って、たまたまコンビニがあったんで、コンビニの軒先でね、雨宿りをしようと思ってね、すぐやむやろうとか思って、軒先のとこちょっと行ったんですよね。だからもうそのね、雨が降ってる中、もう自転車乗ったおばちゃんがね、ダーッて走ってきて、で目の前で止まってね、で自転車止め出したんですよ。でこの人もね、雨宿りしはんねんなぁ思って、で隣にね来はったんですよね。なら、ね、兄ちゃん、雨ちゃんいるか言うてね、一言目ですよ。なんかこんにちはとかね、雨嫌ですねとか、そういうの全くなしで、一言目で雨ちゃんいるかみたいなね、だから、じゃあもらいます言うてね、でもらいますって、もらっちゃったらもうこれはね、相手の要求を飲まないといけないんですよね。もうそこからおばちゃんの話が始まりまして、なぜ今の仕事に就いてるのかとか、旦那さんがどうなのかとかね、僕にとっては全然その情報必要じゃないんですけどっていう情報をたっぷり与えられまして、なんでか知らんけどそのおばちゃんの家族構成とかめっちゃ知ってるみたいなね。で散々ダーって喋った後ね、まだ雨降ってんのに、ほな行こうわ言うてね、もういえ雨宿りじゃなかったんですかみたいなね、そもそもあなた誰みたいなね、状況ね、意外とあるんですよ。ほんまにね、関東の方からしたらね、そんなんあるかいなと思うかもしれへんけど、もう全然知らんおばちゃんとかね、なんか突然ね雨もらったりとかねするんですよね。だからひょっとしたらあのおばちゃんはメインの仕事は別のお仕事されてたんですけど、ひょっとしたらね、雨ちゃんをこう配達するだけの簡単なお仕事、初心者歓迎みたいなこともやってはるんかなみたいなね、ぐらいな勢いでね、ね、何をどう思ってね、その雨宿りしてる僕を見つけてね、ピンポイントで自分のね、家庭事情をさらけ出してね、さっさと消えていったのかよくわからないんですけど、でもね、数ヶ月後にね、また全然違うところでそのおばちゃんたまたま会ったんですよ。なんか特徴のあるおばちゃんやったんでね。で、でもこの間会いましたよねって言ったら全然覚えてなかったです。はい、だからやっぱアメちゃんを配るお仕事の方なんかもしれないですね。ただね、アメ自体を持ってるっていうのはね、別に悪くはないっていうか、意外に使える部分はあるかと思います。僕もね、たまたまアメちゃんいるか言われて、もらうってもらったんだけど、その場で食べずに、別にいらんからね、でカバンに入れたままのやつがあったんですよ。でもそんなことも忘れてて、たまたまお出かけで京都に行った時に、外国人の、ね、男子青年がね、一人で来てはって、でなんか結構いいカメラ持ってはったんですよね。どうもね、挙動不審というか、多分シャッターを押してほしいんだろうなと、いいカメラやから自撮りとかができないんでね、押してほしいんだろうな、なんかモジモジしてるよねみたいな感じだったんですよね。で意を決して来はったんですよね。で、すいません、シャッター押してもらえませんかってね、片言の日本語でね、来はったんで、京都の思い出なんだろうなってね。で三重県かどっかに住まれてるらしいんですけど、昔ね、若い時京都で撮った写真やねみたいなのになったらね、いい写真欲しいだろうな思って、いいですよってね、こっちで撮ろっかって、撮ったんですよ。で撮ったんやけど、どうも緊張してはったみたいで、自分の表情がちょっといまいち気に入らなかったみたいなんですよね。で、すいません、もう一枚いいですかって言うんで、いいよって言って、シャッター切ってたんですよ。で、どうも緊張してるなみたいな感じでね、もうあれやったら何枚かいろんなとこで撮ってあげるって言って、シャッターを押してたんですよね。で、表情見て、ね、だんだん柔らかなったかなって、もうちょっと笑顔の方がいいよねみたいな感じの時にふと思い出して、自分が思わずね、カバンからね、飴取り出してね、飴ちゃんいるってね、なんか自分おばちゃんになってるみたいなね、
あでもこういう時には便利やな思ってね、まあ、でもその飴をあげることによってなんか向こうももらってね、なんかちょっとねやんわりしたっていうかね、表情が変わってまあまあいいかなっていう写真が撮れて、これでいいかなって言ったら ありがとうございますってね、意外と役に立つなと思ったんですけど、うん、まあまあね、まあ僕は普段持ち歩かないですけど、まあ、そういう策略なんかなみたいなね、うん、ちょっとしたワンクッションとしてはね、アメちゃんを持ってしまうと大阪のおばちゃんになってしまうので、まあ、違う何かをね持ち歩くっていうのもなんかいいんじゃないかななんて思いました。ということで、本日ちょっと長くなっちゃいましたけど本日は以上となります。また下に並んでるボタンと押してもらいますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではではまさき21でした。はい、まさき21です。一瞬でね、大阪のおっさんおばはんになろうということなんですけど、まあ僕もねもうええ年なんでね、ちゃんとねおっさん化していかなあかん部分もあるんかなとか思いまして、でまあね、特に関西人のねおっさんおばはんっていうものをね研究してたんですけど、割と簡単に誰でもなれるもんやなっていうね、ふうに思ってます。そのね、まあ、なり方なんですけど、まあ、簡単に言うとね、まあ、男女差はあるんですけど言葉をプラスアルファするだけなんですよね。うん、例えばね普通やったら、まあ、今日寒いなとか言うじゃないですか、ね、そこで終わりなんですよ。なんやけどおっさんになりたいなと思ったら語尾にっていうねをつけるんですよね。でおばはんになりたいなって思ったらあんたっていう言葉をねつけるんですよ。どうしてもね関西人ってねこう周りをね巻き込みおるんですよね。うん、もうそれだけでできるなと思いまして、例えばね今日寒いなっていうね無理やり巻き込むよみたいなね、誰に言ってるのみたいな感じなんですけど、でもその絵をつけるだけでおっさんっぽくなれるよねみたいなね、ちょっとこう大人になった感が出てくるんですよ。ということで一緒にやってみましょう。今日寒いな、リピートアフターミーみたいなね、あ言ってもらいました、あ言ってくださいねちゃんとね。じゃあ今度オバハンになってみますっていう時にオバハンも一緒なんですよ、ね、寒いなっていうね自分の表現だけでいいのにわざわざあんだってね周りを巻き込むんですね。はい、じゃあ一緒にやってみましょう。今日寒いなあんた、はい、言ってもらいましたよねちゃんとね。はい、これ練習してくださいね、これテストに出ますから。はい、でね結構ね研究してるとね面白いんですけど、例えば重たい話とか真面目な話とかあるじゃないですか、それもねなんかこうね結構無責任な感じなんですよ関西人でね、そういうところはね、うん、真面目な話とかになるとね、うん、例えば男性とかやったらまあ、すごい雑学とかね知識とかね、まあ、言うじゃないですか。あなんか電話かかってきた。はい、すいません、スタイフあるあるで電話かかってきちゃいました。ですね、その重たい話ですよね、まあ、雑学とかね知識とかね、で周りがねこう真面目なモードになる感じの時ってあるでしょう。なんかね、まあ、これはもう何々時代にねこういうふうにまあ、こういう人たちがこのようにしてで、まあ、こんな風に変わっていった、それがまあ名残なんだよみたいなことを言うとね、へえそうなんですかみたいなねこう重たい雰囲気になるじゃないですか周りがね、うん、だからその話をした後に一番最後にね知らんけどってつき寄るんですよね、うん、知らんのかいう話なんですけど、うん、だからもうなんかこう言っちゃった後に、うん、そういうことやで知らんけどっていうね、はい、これを言うだけでねもう大阪のおっさんにはなります、まあ、おばちゃんも使おうかな、うん、おばちゃんの場合はね、まあ、ちょっとニュアンスが違うんですよね、まあ、重たい話でもどちらかというと、まあ、悩み相談的なねもんとかあるじゃないですか、こう深刻な話ね、我々はこうしてね、まあ、こうなんですわみたいなね、一応ふんふんって聞いてるんですけど最後の最後に、うん、まあでも死なへんわってね、そらしなへんけどよね、聞いてましたかこっちの話みたいなね、
確かにそこまでではないけどみたいなね、まあ、なんやけど、まあ、あの理にかなってるというか、まあ、それはそうやなっていうね、これ心理学とかで言うとリフレーミングみたいなことを使ってるんかなみたいなね、ちょっと視点を変えてみたいなね、もっと大きな視点で見たら、まあ、確かに些細な悩みですけどみたいなね、これをねもうごく当たり前にある大阪のおっさんおばはんはなんかなかなか面白いなとか思って、あの研究しがいがあるなとか思うんですけど、まあ、ひょっとしたらね僕もどっかで研究されてるかもしれないななんて思う今日この頃でした。ということで、電話ね続きちょっと待ってって言ってるんでこの辺で終わりたいと思います。また下に並んでるボタン等を押していただけますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではではまさぴ21でした。はい、まさぴ21です。あいつのせいでっていうね、これうまいこと使いましょうっていう話なんですけど、YouTube ではね僕前に YouTube ちゃうわポッドキャストかポッドキャストと YouTube で、なんかちらっとね素人天国やみたいな話をねしたことがあるんですけど、あいつね、ぜひ使ってほしいなと思うんですけど、例のやつです。はい、一番僕らがね被害被ってるあのコロナの野郎なんですけど、人ってね、まるまるなのでっていうのを先つけると承認率が高くなるっていうのがあるじゃないですか。ビジネスなんかでもねよく言われるんですけど、そのまるまるなのでの理由って別に何でもいいんですよ。例えば僕がホームページのね作成とかやってて、なんかもう今日やる気せえへんなとか思って、期限明日にしてほしいなとか思うとするじゃないですか。もう単に面倒くさいだけでね、今日やりたくないなみたいなんでね、でその時に普通に今日面倒くさいから明日にしてくれませんかねって言ったらそれはもちろん断られるじゃないですか。でもそこを全く関係ない何でもいいのでなのでってつけると割とね承認率は上がるんですよ。でもう本当に関係なく今日ねちょっとのび太が言うこと聞かないので期限明日にしてもらえませんかねみたいなね、何のこっちゃみたいな感じでも承認率は上がるんですよ。ほんなしゃあないなってね。でその承認率が上がるのとこれ使わな損っていうのがあるんですけど、今ってねこの新しいこと始めるのに一歩踏み出せない人とかね、あるいはそういう時もあるじゃないですか。一番ええのはやっぱコロナなんですよね。言い訳ね、僕も結構つこたかな思うんですけど、なんかあってもいやコロナなのでってつけるとねこっぱずかしさが消えるんですよ。向こうもねなんかああもうせやなコロナやもんなってね、なんかこう新しい習い事始めますよとかいうのでもその年からそんなん始めるんですかみたいな普通の時やったら思われるだろうなっていうこともね、来た理由の中にいやコロナなのでってね、ちょろっと入れるとあそういうことねってなっちゃうんですよ。なのでね今って新しいこと始めるのって全部そのコロナのせいにできて逆にいいですよみたいなね、使わな損ですよみたいなね思うんですけど、実際ねコロナ禍になった時に僕ね IT 系のことでやってるんでそのオンライン化はすんごい聞かれたんですよ。実際お付き合いがあるヨガスタジオなんかもそうですけど、関係のないヨガの先生とかからとかあるいは市役所の方とかもうね一体どうしたらいいですかみたいなね、もう向こうも切羽詰まってるんで、でね用意するもんなんですかとかね、もう専門的なこととかねこうやって開催したいと思ってるんですけどみたいなね、そういう時もねオンラインが下手くそでもね問題ないんですよね。みんな素人やから、だから始めるのにちょうどいいよって言ってもうとりあえずでもやっときなはれっていう話はしてたんですけど、そういう教室とかそんなの全部初めてで恥ずかしいなっていうのもいやもうコロナで急に始めたのでっていうねもう全部あいつのせいだみたいなね、
まあ、うまいこと使ってはる人も中にはいてるんですよね。本当にお菓子ポリポリ食ってデブってるだけですよねっていうのも、いやコロナで太っちゃってみたいなね、もうおるでしょ。なんかそういう感じでね、こううまいこと使ってやらんとね、もうこんだけ迷惑こう思ったらね、なんかこう逆襲そろそろしてやってもいいんじゃないかなと、はい、思ったりもしてます。皆さんはね、本当は関係ないんやけど、やつのせいにしてることってね、ひょっとしたらね胸の内にあるんじゃないかなと思うんですけど、なんかないですかね。はい、まあ、ちなみにね、僕はまあ嫌ではないんですけど、ちょっとめんどくさいなっていうお仕事の分は、ちょっと緊急事態も出たんでね、言うてね、ちょっと最近サボってます。うまい具合に利用してくださいということで、また下に並んでるボタンと押してもらいますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。人生ゲームと、窓の外ってことなんですけど、人生ゲームは皆さんご存知ですよね。なんかボードゲームでね。でもう僕らも縁遠いので、もう全然そんなんね、そういう言葉すらもう出てこなかったんですけど、たまたまね、お子さんがねいてはる友達と電話でお話をしてる時に、なんか正月何してたみたいな話をしてて、人生ゲームやってたわって言われて、そんなんまだ売ってるんやって、ね、ちょっとびっくりしたんですけど、いや売ってるよって、なんか今時の人生ゲームってなんかフォロワーとか出てくんねんでとか言われて、えそうなみたいな話をしてたんですけど、まあ、あれもね時代に合わせてなんか作ってるからね、なんか全シリーズ集めたら結構面白いんじゃないかななんてね、思ったりもしてます。ね、ああいうボードゲームもね、なかなかもう今ってやりにくくなったじゃないですか。人集まらんとあかんからね。なんやけど、案外ね、普通のそのパソコンとかね、そういうテレビゲームみたいなのと違ったなんかこう面白さはあるんで、なんかねいつかちょっとやってみたいななんて思ってます。で窓の外なんですけど、うちのね近所ね、まあずっと工事してたんですけど、小学校中学校解体なんですよ、ボンボンとね。でなんかようわけわからんね、近所でまあ工事してたとこがなんかね、知らん間に家建ってましたけど、なんかね、子供さんって少ない少ないっていうのは、まあ、ね、少子化がどうのってこう聞いてはおったんですけど、まさかそんなねすごいどっかの村とかやったら分かりますけど、大阪でボンボンとそんなね小学校中学校大きいのが解体されるってそんなわけはないやろって思ってたんですけど、もう今綺麗に更地になっちゃいまして、えそうなんや、そんだけ子供少ないんやって思ったんで、まあ、そのねお友達その子供さんも実際ね仲良くお話をするので、今ってさ1学年何人おるんって聞いたんですよ。なら十何人って言われて、いやいや1学年やでって、1クラスじゃないでって、1クラスでも少ないけどなっていう話をしてたら、え1学年やでって、しかも先生含んでやでって言われて、えってね、17人か16人言ってはって、なんかその一番下の子なんですけどはもうまだ小学生なんで、その十何人っていうのはそのなんていうのかな、給食当番でその給食のいる人数で覚えてるみたいなんでね、なんかちょっと可愛いな思ったんですけど、それで先生込みで16人か17人って言われて、大阪のど真ん中ですよ。でそんな少ないんやって、そら学校もなくなるわないう話をしてたんですよね。でその話をまあ別な友達にね、今ってほんまに子供少ないらしいで言うてね話してたら、もうあんた作り言われて、分かりました言うてね、一応分かりましたとは言ったもののね、まあ各所にオファーは出してみましたけど、まだ返答がないのでどうなんかなと思ってるんですけど、ね、なかなか少子化ってこう大変なんやななんて思いました。ね、あとまあその人生ゲームもそうだし、窓の外もそうですけど、ね、本当にいろんなことがね、いろんなとこでこう決められてね、どんどん変わっていってんねんななんて思いました。
ね、ちょっと置いていかれんようにね、頑張らなあかんなあなんて思います。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押してもらえますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。ベランダカレーということなんですけど、スタイフでね、前にレターもらった時に、まあ、コロナ禍で、変えたこととか変わったこととかありますかっていうのをね、ご質問いただいてたんですけど、ふと思い出したんですけど、考えたらね、僕コロナ禍になってから朝食をねベランダで食べてるかなっていうのを思い出しました。で、まあ、昨日ね雨やったんで、ふとね、昨日、まあ、カレーやったんですけど、ふとねベランダで食っちゃおうかなみたいな思いまして、でね、ベランダ出て雨の音聞きながらね、黙々とカレーをね食べてたんですけど、なんかキャンプに来たみたいとか思って、あ、なんか結構いいかもななんて思いました。外でね、例えば、まあ、バーベキューとかね、ああいうので外で食べるとね、なんか食欲がね結構増すらしいんですけど、まあ、黙々と食べるってね、まあ、今ってそのコロナ禍でね黙って食べなさいみたいなんで、すごいこうね、規制されてるように思いますけど、なんかね、食べる時はね食べるだけに集中した方がね痩せますよ。僕はそれでね、激太りして激痩せしたタイプなんで、ほんまに一個ずつやるって大事なんだなって思ったんですけど、脳ってねマルチタスク苦手なんですよね。まるまるしながらって今皆さんするじゃないですか。それがね本来脳はすごく苦手で、まあ、なんで痩せるかっていうとね、食べたなっていうその満足感が全然違うんですよ。まあ、禅のね修行なんかでもね、食べるときは食べるだけとかねあるじゃないですか。で、一個のことにこう集中してやるっていうの、まあ、美味しいなって思って、その例えば風味を味わったりとかね、なんかこんな味やなとかね、ここで噛むよとかね、そういうことに集中して食べると、食べた後ねすごい満足感が大きいんですよね。ところが、映画見ながらね、ポテチポリポリとかね、その時で食べたっていう感覚があんまりないんですよね。で、結果どうなるかっていうと、あんまり食べてないのに太っちゃうみたいなね、感覚に陥るんですよ。で、僕それでねすんげえ太った時期がありまして、でそれをやめようって思ってね、食べる時は食べることに集中しようみたいなね、したらすごいみるみるうちに痩せたんで、ね、やっぱその満足度が全然違うので、ちゃんと自分は食べましたよっていうのがね、それも集中して食べてて味わってるので、すごい満足度が高いんですよね。それだけでね、激痩せしましたね。もう周りがびっくりするぐらい、もう多分ね、そのどんだけ痩せたか言うとね、みんなびっくりすると思うんですけど、その話をね周りにするとね、男性側はね、すごいなって言うんですよね。で、女性側はね、どうやってって言うんですよね。なんかこの違いも面白いなと思うんですけど、すごい方法がね気になるみたいですけど、その一つとしてね、食べるときは食べるだけに集中するっていうね、やっぱ美味しくいただくっていうのはいいことなんじゃないかななんて思います。はい、今ね、まあ、言うたら一番大きいのが運動不足でね、ちょっと太っちゃってなんていう方もね多いと思うので、まあ、せっかくなんでね、この機会になんかそういうことやってみてもいいんじゃないかななんて思います。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。魔法使いの不思議っていうことで、まあ、別に不思議な魔法使いのお話ではないんですけど、子供の頃にねめっちゃ衝撃を受けたことがあって、よくね子供ってしょうもない質問するじゃないですか。でそれで
もしこう魔法使いがおって、一個だけ願いを叶えてくれるとしたらどうするみたいなね、でそれね、僕みんな答えが一緒やと思ってたんですよ。で僕の答えって一貫して、それやったら僕を魔法使いにしてくれっていう話だったんですけど、ね、思ってるのにみんなはね、あれ欲しいとかこれ欲しいとか言うんですよ。それちょっと待ってみたいなね、一回使うと終わりやでみたいなね、まず自分がなっちゃったらいいんじゃないのっていうのがすごいありまして、あまりにみんなの答えが違うのでものすごい衝撃を受けてね、って思ったことがあるんですけど、案外ね、大人になってからも、なんかね、会話の流れでね、なんか冗談めいてね、もし仮にじゃあ魔法使いおってさみたいな、一個だけ願い叶えてくれるって言ったらどうするって言うとね、大人でもね、意外にね、それやったら〇〇してほしいかなとかね、あれ欲しいかなこれ欲しいかな言わはるんですよ。で、ひょっとして僕がおかしいみたいなね、だって一回さっき魔法使いになっちゃったら話楽やんって思うんですけど、案外みんなそうじゃないんかななんてね、僕的にはすごい不思議に思ってますね。もし仮にね、僕がそのね、魔法使いに一個だけ願いを叶えてあげてもいいよとかこうね言われたとしたら、まずは、じゃあ僕を魔法使いにしてくださいって言って一回魔法使いになります。でその後初めて使う魔法が、多分その魔法を授けてくれた魔法使いの魔法を使えんようにするかなみたいなね、ちょっと黒いね、腹黒いよ、なんか怖いですねということで、下に並んでるボタンと適当に押してもらいますと、腹黒いことされずに済むと思います。本日は以上となります。まさぴ21でした。ではでは。はい、まさぴ21です。びっくり抱きって知ってます？知ってる方はね、知ってるかもしれないんですけど、びっくり水って言ってね、そうめんなんて茹でる時にね、一回沸騰したやつにこう冷水入れたりとかするじゃないですか。あれと同じ感じで、玄米を炊く時に、炊き上がった後にもう一回水入れるみたいなね、あるらしいんですよ。でなんか秋田県の方のねやり方らしいんですけど、僕米をね、なんか年末ぐらいに買ってね、白米で無洗米なんですけど、それをまあ鍋で炊いてみようみたいなんで、ちょうど米なくなっちゃったんですよね。でまあまあね、コツつかんできまして、少量やから炊きにくいんですけど、まあまあ思い通りに炊けるようになっちゃって、飽きちゃったみたいなのもあって、そういえばお友達とかね、お米とかなんか美味しいのあるってこう聞いた時に、うち玄米食べてるとかって言われまして、で玄米かとか思いましてね。で昔はね、玄米僕も食べてた時期があったんですけど、玄米ってね、水につけとく時間結構長くいるんですよ。で白米やったらね、1時間程度つけといたらね、全然米は水を吸うので、それ以上つけてもね、それ以上吸いませんよっていうのがあるので、ね、そんなに気にせんでもいいんですけど、玄米の場合はね、6時間ぐらいつけとかんとね、あかんのですよ。でそれがね、めんどくさいなっていうのがあって、食べたい時にさっとね、今日は米炊くぞって思ったら、6時間まず待たなあかんのかいみたいなね、それちょっと嫌やな思ってて、なんかこうめんどくさいことはしたくないなって思ってたんですけど、それをせずに、水につけずにその普通に炊いてから、ある程度炊き上がったも、パチパチってもね、出来上がりですよっていう時に、米が浸るぐらいのお水ですよね。これは硬さはね、ご自身で調整できるんですけど、だいたい米がひたひたに、ね、浸るぐらいのお水を入れてもう一回、沸騰さすと。でそれで普通にね、またパチパチ言うようになってきたら出来上がりみたいなね、
つけなくてもできる方法があるっていうので、これなんか秋田県の方でやってる、それがその玄米のびっくり炊きっていうものらしいんですけど、あ、それやったらできるかななんて思ったりとかして、僕まあ硬いお米の方が好きなんで、まあちょっとそれやったらね、前は無農薬かな、農薬とか、まあ、少ない農薬かどっちか分からないですけどの分のお米にしたんですけど、まあどうせやったらね、健康上いい玄米にちょっとチャレンジするかななんてね、鍋を玄米で、しかもなるべく時短で、炊いて美味しく食べるぞみたいなね、ことにちょっとチャレンジしようかななんて思ってます。今までね、そのびっくり炊きって知らなかったんで、なんかお米の炊き方もね、今ずいぶん変わってるので、なんかもう昔ってね、なんか初めちょろちょろ中パッパーみたいなのありましたけど、今って途中で全然蓋開けたりとかするんですよね。もうあれはもうかまどで、そのね、火加減が難しかった頃の話なんで、今って全然途中で開けてこうかき混ぜたりとかするんですよ。なんか面白いなとか思って、でも白米は、クリアしたので、次は玄米で、しかもびっくり炊き挑戦してみようかななんて思ってね、今ちょっとアマゾンでね、うまそうな玄米探してます。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタンと押してもらいますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさき21でした。まさぴ21です。めっちゃ損してるわっていうのね、なんかもう確定的に思うことがあるんですけど、まあ、今ってね、マスクするじゃないですか。もう僕らみたいなこう生きてる人って言ったら、顔の半分隠れてまうでしょ。めっちゃ損してるわ思ってね、でその話をね、まあ、友達とかに言うとね、もうみんなそうやなって言ってくれはるんですよね。まあ、昨日もそうだったんですけど、まあ、電話でねお話ししてて、いやもう俺ほんま自分は損してると思うねって、なんでですかって言うから、いや顔の半分隠れるやんかって言ったら、そうですねって言ってくれはったんで、やっぱそうなんだなって思ってるんですね。でまあこういうので考えた時に、まあ、夜のお仕事されてる方とかってね、やっぱそのマスクで半分顔が隠れちゃったらっていうのね、あ、なんか気持ちわかるって勝手に思ってるんですけど、まあ、それも言うと周りもね、せやなって、ね、同意してくれはるんですよね。なんかね、いい人ばっかりなんでね、で、まあ、なんかこううまい具合にね、なんかそういう方たちとね、もう私たち損してますっていうね、こうアピールせなあかんなっていうのをちょっと考えてまして、で、まあ、Zoom かなんかでね、ウェブミーティングかなんかしようかなとか思ってるんですけど、もうお一方ね、もう忘れちゃってる方にお声掛けをしたいんですけど、今めっちゃ探してるんですけど、なかなか見つからないんですよ。なので、もしね、私LINE 知ってるよとかいう方おったら教えてほしいんですけど、口裂け女さん、まあ、彼女もめっちゃ困ってると思うんですよ。もう今目立てへんじゃないですか、みんなマスクしてるからね。でね、最後の決めポーズみたいなで、マスクが外しますよって外した瞬間、みんなからギャー言われるよみたいな感じだから、外すに外されへんと街中うろうろしとるんじゃないかなのでね、まあでもなんかもう気持ちわかるよみたいなね、もうなんかそういうのでちょっとね、うまいことちょっとつながらへんかな思ってるんですけど、なんかいつの頃からかおらんようになりましたよね、彼女もね。まあ、どこで何をしてはんのかわからないんですけど、まあ、もしね、万が一ですけど、連絡先知ってんで言う方おったらね、教えてもらったらありがたいななんて思います。今日ちょっとね、ぶっちゃけ個人的に疲れてるんで、しょうもない放送ですみませんということで、また下に並んでるボタンと押してもらいますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさき21でした。はい、まさぴ21です。ミスドとね、人がやることっていうことなんですけど、
今日ねちらっとねミスタードーナツ久しぶりに行ってきたんですけど、繁華街じゃないところでね、なんか中途半端な位置にあるね、行ってるミスドがあるんですけど、中身が結構変わってまして、行ったらねイートインと、テイクアウトに分かれてまして、なんか説明書きがバーって書いてあったんですよ。で僕はあんまり読む人じゃないんで、まあ僕は中で食べるから空いてるんでって思ってたんですけど、さあドーナツ選ぼうかなと思ったらね、トレーがないんですよ。でえとか思ってちょっとねおどおどしてて、もう一回説明書をね、これあかんやつやと思って説明書みたいなの読みに行ったら、なんかそのお会計は機械でやってこれみたいなの書いてるんですよね。でしゃあないから、あ食券みたいな感じそっちとか思って、でお会計のところ行って機械いじくっとったんですよ。なら店員さんが、え店内でお召し上がりですかってこう聞いてくれはったんで、あもうね店内ですって言ったら、じゃあトレーをお渡ししますねって言われて、あそうなんとか思って、でトレーね持ったはいいんやけど、今度トングがないんですよ。でねえこれどうしたらええのって、トレー持ったけどドーナツそこやけど手で取るわけにもいかんしみたいな、でまあちょっとまた挙動不審な状態に陥ったら、まあ、店員さんがね、あちらにトングございますみたいな言われて、ああですよねみたいなんで、まあドーナツ取りましたと。で個人的にはね普通にコーヒーが注文したいんだけど、これは機械で注文するの、それとも店員さんに言うのみたいなね、うん、でどうなんだろうって思ってたら、まあねそれを察したその店員さんもね、あこちらでお伺いしますって言ってくれはって、あじゃあって言って、コーヒー欲しいんですけどってね言ったら、おかわり自由なやつとなんかこちらのメニューとありますけどどうされますかって言われて、まあ、おかわり自由の方でって言ったら、紙コップポンって置かれて、あ自分でやるんですねみたいなね、昔ちゃうかったでしょなんかね、陶器のやつでね、なくなったらね適当な時にこう次に来てくれてはったじゃないですか、それがなくってもう自分で紙コップでやってくれみたいなね、あそうなんですねあちらの機械でって言われて、あですよねみたいなん で支払いはあっちの機械かなって思ってたら、ポイントカードお持ちですかって言われて、で慌ててねアプリ起動させて、あありますって言って、で、まあ、かざしたんですよ。お会計はって言われて、まあまあ流れで、じゃあもうね普段 ID 使うんですけど、じゃあまあ D 払いでって言ったら、まあ、それでピッてやりますよと。で自分でコーヒー入れに行って、で自分で座って食べてね何やしたんですけど、考えたらね店員さんほぼほぼ動いてないなって、ね、うん、だってねポイントカードお持ちですかって言われて、持ってますって言ったらこのボタン押します、ピッね、お会計お支払いはって D 払いだ、じゃあ D 払いのボタンピッだけですよね、うん、え動いてないよねみたいなね、うん、で考えたら、まあ、コンビニのね、レジとかでも場所によったら結構変わってるじゃないですか今ってね、もうほぼほぼ店員さんって商品にピッて当てるだけでね、あとお支払い方法とかそんなんもね自分で画面タッチパネルで選んでね決済して帰るみたいな、まあ、なんなら袋詰めまでせなあかんから、そないなったら店員さん、まあ、楽やけど店員さんっていう職業も減るよねみたいなね、うん、多分ね、うん、だん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 こう、まあ、AI に変わって人のねあれが減るとか言われてますけど、まあそうやって大きく変わっていくんだろうななんてのをね、まあ、なんか実感しました。なんか思ってるより早いんだろうなって思います。考えたら人様にやってもらう、うん、人がやってたよねっていうのってね、切符電車の切符なんかもそうですよね。まあ今の若い人知らんかもしれんけど、昔なんてね JR なんかでもカチ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 やって、その駅員さんが一個ずつ穴開けとったじゃないですか。今自動が当たり前でしょうね。あマリオの電子決済でピッてやったら終わりでしょう。そこにいて駅員さんいないじゃないですかね。まあ統括してね大きいとこやったらね一人二人おるかなぐらいでね、あれもねガチャンってこう閉まった時にねボタンピッと押すぐらいで、そんなにね仕事せんでもええよいう感じでしょ。うん、考えたらねそういうので本当にね今ね内視鏡なんかもね機械でできたりするらしいんでね、教えてもらったんですけどね、うん、あんまりねやってほしないですけどね、うん、
考えたら、あれって昔人にやってもらってたよねっていうのってものすごい価値に変わるんだろうななんてね、ミスドでなんか思っちゃいました、はい、なんかねそういう機械化にもねついていかなあかんやろな思ってね思ってます。まあ今のねほんま最近のキャッシュレス化でね僕ほとんどね現金を触ることがほんまになくなったんで、たまにね現金でお支払いせなあかんときにちょっと迷うんですよ、小銭とかね、なんかね普段使ってないんでね、うん、やねんけどね、その辺の流れも変わってきて人のお仕事っていうのもね結構変わってくるんだろうなぁなんて思ってます。はい、ということで、本日はジジイがねミスドでおどおどした話でした。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押してもらいますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。100均の額でねめっちゃ悩みました。額って額縁なんですけど、最近ね額縁に、同じく100均でねちょっと歯切れを買ってきて中に入れてねこう部屋に飾るといいんじゃないかなっていうので、まあ、買ってはおったんですけど、まあ、そのうちしようぐらいな感じで、まあ、ちょっと放置してたんですよ。で隙間時間にねちょっとパッとできるかなとか思って、まあ、額をね開けようかなって思ったら開けられないんですよね。後ろのピンがありまして全部が止まってますよみたいな感じ でこれどうなってんやろうとか思ってね、なんかこうねいろんなとこ引っ張ったりなんやかんやしてたんですけど、まあ、1個はね3つ買ったんですけど3つ買ったうちね1つね壊れとったんですよ。でまあこれでまた交換とかわざわざ行くのめんどくさいしまあいいかとか思って、でそれはねまあ、額自体が壊れてるから、まあ、うまい具合にこう、ね、歯切れを挟むことができて、あ、まあまあいいんじゃないなんて思ってたんですけど、残りの2つは違う額やったんですけどね、こっちもかとか思って、どうやって開けるのとか思ってね、で、まあ、ちょっと調べようかなとか思って、もうネットとかってね、ありがたいですよね。で、まあもう、まあ、パッと調べようかってね、調べたら、もう一番にね、そのヤフーの知恵袋でいっぱい聞いてる人おってね、はい、で結局マイナスドライバーで起こさなあかんのかいみたいなね、工具がいるのかみたいなね、昔の額やったらね手でなんかちょっとピッと90度にとかね、まあ、ちょっといいやつとかやったらそうなんかもしれへんけど、ね、スライドしたりとかなんかあったと思うんですけど、ね、やっぱり100均で買った額のね、後ろの開け方が分かりませんとかね、海外で買ったんですけどって写真見たら同じタイプなんですよね。これやなとか思って、でよくよく読んだら爪が折れてしまうので何回も開けたり閉めたりはできませんって書いてあって、あ、そういうことなって思ったんですけど、だからもうね僕個人的には中の歯切れをね適当に変えて気分変えてやろうとか思ってたんですけど、まあ、歯切れ分額買うのはしゃあないかなとか思ったりもしてます。はい、まあね言うても100均のもんなんでね、まあまあ完成形はね部屋にちょっと引っ掛けてみたらまあまあ雰囲気変わっていい感じなんで、まあ、しばらく使ってみようかななんて思ってます。まあ、しかし知恵袋すごいですよね。はい、つうかみんなネットで聞くんやなとか思いました。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押してもらいますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。羊とヤギ永遠の疑問ってことなんですけど、羊ってね泣くときなんて泣きます？まあ今大半の方がね羊ってめいて泣くんちゃうんっていうふうに思わはったと思うんですけど、じゃあヤギはっていうときにみんな黙るんですよ。めいやんなみたいなね。
結構ね、僕も長い間ねこの質問をみんなにしてきたんですけど、羊ってなんて鳴くとか、まあ、どっちが先でもいいんですけど、なんて鳴くって言ったらその名やな。で、ね、もう一個の方のじゃあヤギはとか聞くと名やなってなるんですよね。で、僕の疑問はそこじゃなくて、じゃあお互いがその名ですよ、 どっちも名って鳴きますよって言うんやったら、ひょっとしたら会話が成立するんちゃうんっていうね、そこを思ってまして、ね、下手したら羊とヤギなんか同じ言語やったらその、ね、会話できるんちゃうんみたいなね、うん、でその会話ができてしまうと、ね、これひょっとしたら恋愛関係が発生するかもしれへんやんみたいなね、うん、ないよねみたいなね、なんかすごい、不思議なループに陥るんですけど、ね、本来やったらね、人間でもその見た目が違っても言葉が通じたらその恋愛関係とか発生するじゃないですか、ね、したらあかんで言われてもね、うん、ではその、ね、お互いが名っていう同じ言語やったら、ひょっとしたらなんか陰でこっそりなんかあるんちゃうとか思ったりとかしてね、うん、人間が知らんだけでね、うん、って思ってたんですけど、なかなかそういうの見つからないので、まあ、僕の中では多分、まあ、その社内恋愛禁止的なその決まりが、ヤギさん業界、羊さん業界の中にあるんだろうなっていうことで、自己解決してます、はい、例えば羊さんがそのヤギさんめっちゃええわって盛り上がったとして、その時に、羊業界からはいや自分それなっていうね、うん、もう、羊やめるんやったら別に恋愛してもええけどみたいな、どうするんやめるんみたいなことでやめるわけにはいかんよねっていうので思いとどまってるんじゃないかなと勝手に思ってるんですけど、うん、そもそもね、羊とヤギがなんて鳴くんかってね、どっちも考えたら名じゃないのって思うんですけど、そこが間違ってるかもしれないんですけど、結構な疑問でねずっと思ってます。まあいずれね、ちょっとね、ヤギとね羊と両方を飼ってね一緒に飼育してみてね、実験してみたいななんて思ってます。そもそもね鳴き声ちゃいますって言うんであればね、また教えてもらったらと思います。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押してもらいますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさき21でした。はい、まさき21です。損するあたりと挑発ビニールということなんですけど、まあ、ビニールって言ってもね、ちっちゃいね調味料とかのビニールがあるじゃないですか、まあ、洗剤とかね詰め替え用の分とかでもいいんですけど、あれでね、こうね、こう手で切ろうかなって思ったら、そこ切れても中身出えへんねんけどって、こうちょっとイラッとすることないですか、なんでそこで切れるみたいなね、こう結局ハサミかいみたいなね、うん、ちょこちょこね油断してるとなんか割とあるんですけど、なんでそこで切れるみたいなですね、うん、あとね、最近ねその切れ目がなくって、こちら側のねどこからでも切れますっていうやつでね、めちゃめちゃ頑張っても切れへんやつあるじゃないですか、なんかね指では無理ですよみたいなね、うん、どこからでも切れるって書いてるやんみたいなで、こうねちっちゃい袋とか持ったままこうくる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 回してね、どこやろうかみたいなね、四方全部やってみるんやけど、まあ、結局諦めてねハサミで切らなあかんみたいなね、あれちょっとね頑張ってほしいななんて思うんですけど、まあ、そういうのっていうのはね、まあ、普通の人切れるんだろうなって、たまたまこれはハズレなんだろうなって思ってるんですけど、まあ、当たり逆な意味でね当たりで考えた時に、まあね普段ねそんな買わないですけど、アイスクリームでね、当たりの棒が出るやつってもうごく稀にあるじゃないですか。まだあるんかな。でもまあ体験したから売ってるんやろうな。うん、で、まあ、スーパーとかでね、なんかもうね暑いからアイス買おうとか思って買って、
期限にも食べたらね、なんか木のところにね、当たりって書いて、もう一本おまけみたいなね、うん、マジかって、その時はテンション上がってね、まあ嬉しいっちゃ嬉しいんやけど、交換しに行かれへんよね。うん、なんかあの子供で駄菓子屋さんとかやったらね、なんかもうおばちゃんこれ当たった、もう一本ちょうだいって言えるけど、考えたらスーパーで買ってね、スーパーのレジ並んで、すんませんこれ当たったんでって言えないですよね。なんかね、考えたらね、ええ年したおっさんがね、うん、もう無駄になってしまう当たりやなとか思って、いやなんかもうこんなとこで運を使いたくないぞみたいな、逆に損したやみたいなね、うん、気になったりもします。皆さんもね、そんな経験ありますでしょうかね。あとね、昔自動販売機でね、あの当たりってあったでしょ。今時ほぼほぼないと思うんですけど、まあ、すごい地方行ったらね、まあ、あれにあるかもしれないですけど、なんかねお金入れたらあのデジタルの数字が回って、数字が揃ったらね、もう一本当たりみたいなんでね。で僕あれ5連続があるんですよ。で、まあ、すごい昔の話ですけどね、うん、でこうピッピッピッって回って、まあ、ジュース出てきました。まだ電気ついてるんですよね。いやマジかとか思って、ついてるわ思って、ほんならどれしようかなって2本目買ったんですよ。またピピピってルーレット回って、まだ電気ついてるんですよ。マジかっていうのが結局5回あって、5回目でね、自分が500円玉入れたことに気がついたんですよね。だからそう、5本どうするんいう話ですけど、当たってなかったんかいみたいなね、勝手に当たったって思い込んでたんですけど、まあ、これもね、あの損する当たりやななんて思いました。まあ、必要もないねジュース5本もね抱えて帰りましたけどね。なんかもう紛らわしいことせんといてみたいなね、うん、今時ねそんなんなくなったなとか思ってるんですけどね、うん、なんかこうね、当たったんやけどこう微妙なものとかね、なんかそういうのもね、なんかいろいろあるんじゃないかななんて思います。まあ、特に最近はあのビニールですよね。なんかシャンプーの詰め替えとかあるでしょ。あんなんもね、うん、なんでそこで切れるみたいな結構あるので、ちょっとね、あの考えてほしいななんて思います。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。今日ってね、あの結構すごい日なんですよね。まあ、毎日ねちゃんと大事に一日一日こう生きてたらね、あのどの日も大事だと思うんですけど、一粒万倍日と天赦日っていうのが重なる日なんですよね。でこれっていうのは、2021年でいうと年に3回しかなくって、そのうちの1日が今日の1月16日の今日なんですよね。でもうあの、ね、ざっくりとしか言わないですけど、まあ、転写日っていうのはその、まあ、すごく数自体が少なくって、年に数回しかなくって、あの、まあ、すごいいい日ですよと。まあ、あの大安吉日みたいな、ね、のもすごくあの天が全てのものをこう許しますよみたいなね、もうめっちゃいい日ですわっていうのがその天赦日らしいんですけど、この言葉自体は僕数年前にねなんか知ったんですよ。で、そんな日があるんやって、あの大安吉日しか知らんけどなみたいな感じだったんですけど、まああのね、最もすごいっていうので、こう天赦日っていうのがね年に数回あるんですね。で、2021年やったら6回ぐらいあるんかな、その日が。うん、まあ簡単に言うとね、2ヶ月に1回ぐらいあるかなぐらいな感じなのかな。うん、でその転写日って、まあ、すっげえいい日ですわっていうのと、それとは別に一粒万倍日っていうね、うん、あの日があるんですけど、まあ、これはね、まあまあちょっとしたことが、まあ、何倍にも返ってくるよみたいなね、まあ、簡単に言うとね、まあ、一粒の米がね何万人もなって帰ってくるよみたいな日ですよっていうので、まあ、なんか始めるのにいいですよみたいな日やったりとかするんですね。でその一粒万倍日と転写日っていうのが重なる日っていうのがあるみたいなんですよ。でこれね、2021年でいうと
3日だけあるんですよね、年に。でそのうちの1日が今日なんですよ、1月16日で、残りがね3月の31日と6月の15日、2021年はこの3つだけなんですよね。でこの転写日と、あ、じゃ転写日と一粒万倍日が重なる日っていうのは本当に何か始めるのにすごい適してるとか、なんかこうお祝い事とか、が結構いいとかね、なんか財布を新調するといいよとかね、なんかいろいろ言われるんですよ、事業を始めるといいよとかってね。で昔僕この日初めて転写日のそのあれを知った時に、その当時は慌てて、あ、これはなんか始めなあかんみたいなんで、今日マジかみたいなんで、どうしようかなってこうね、あわわあわわして、結局何をどうするかが思い浮かばへんくって、じゃあその未来の自分に何を残すかなっていう時に、何をするにしてもとりあえずホームページとか持つよねって思ってドメイン取ったんですよ。とりあえずの名前でね、もう何にでも使えるような文で、もう、なんちゃら .com みたいなのを名前取って、で、ほったらかしにしてたんですね。で僕はあのサイトの運営とか結構するので、いろんなドメインとかも、ね、数多く持ってるんですけど、もうその時にとりあえずで、今日取ったドメイン、何かいつか何かする時のためにホームページを作るだろうなっていうことで取ったドメインっていうので、その日はもうドメインを取るだけっていうことを慌ててしたんですね。いや数年後には僕今それホームページ作成とかそういうののね、 IT 関係のご相談を受けるものの窓口のホームページをね、に使ってるので、なんかこうちょっとしたことを始めておくと、後々の自分にいいんじゃないかなって思います。で今年ね、今日ね、その僕そういうの、鈍感な人なんで、今日そうなんやみたいなん でどうすっかなって思ったんですけど、今日ね残念ながらね天気もいまいちやしね、なんかあんまりやる気ない日やなとか思って、じゃあもう自分のためじゃなくて誰かのためになんかちょっとしたことを始めるかなとか思ったんやけど、それもぼちぼち自分の頭にあることはやっていってるしなとか思ったら、なんかね特別な日って言われても別にって思って、で結果的にどうするかっていうね、どうしたかっていうと、逆に何もしない日にしようと思いました。すごいスペシャルな日らしいんですけど、逆に僕はだからこそ何もしませんって思ったんですね。でもね、何もしませんって思うと、これ逆に言うとそのね、何もしないって何の予定もないとかだと何でもできるんですよね。何が来ても OK みたいなね。これちょっとした余裕やなとか思って、考えようによったらね、最近バタバタしてた自分には足らんかったもんなんかなとか思ってちょっと気づかしてもらった気がしました。転写日と一粒万倍日ということで、で何かを始める、ちょっとしたことですよね、始めると要は種をまいておくといい日ですよということで、でお伝えしました。これ聞いてね、ほんなら何か始めようかなとかね、なんか財布新調しようかな、もう開いてないね店ね、とかね、なんかこうこれを始めようかなってね、もともと決めてはった方はね、これ始めましたとかね、もし教えてもらえたらなんか嬉しいかななんて思います。ということで本日は以上となります。またよろしければ下に並んでるボタンと押してもらいますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。マサピ21です。くるくるしてますっていうことなんですけど、今ですね、ちょっとうち掃除機を変えて、コードがね、シュルってこう中に入るやつじゃないんですよ。
でまあいいかって思って変えたんですけど、まあ、自分でねこう丸めてコードをね巻きつける形なんですけど、なんかこういうのってなんかすごいこうちゃんと丸くなってくれないですよね。一昔前の方やったらわかると思うんですけど、あの固定電話の電話の線がこうなんかくるくるってなるような感じですかね。え、なんでっていうね、こう戻しても戻してもね、なんか知らんけどこうくるくるってこう変な形になるじゃないですか。それにねちょっとねどうしたろうかなってこう毎回伸ばしてもう今回は綺麗にやったぞって思うんですけど、どの段階でね、こうくるってなってるのかね、こう自分で録画しようかなとか思ってるんですけどね、あの電話の線も不思議じゃないですか。まあ今時の人知らんかもしれんけどね、電話の線もいつの間にかこうくるくるくるってこうね、え、なんでみたいなね、どのタイミングでこうくるっとひねったみたいなね、もう今そこですってこうね突っ込んでほしいなと思うんですけど、もうねなかなかこうまっすぐになってくれなくて困ってます。はい、皆さんの周りでね今なんかね、皆さんの周りはそのくるくるってなるものありますでしょうか。なんかね、あのコンセント系ねなんかこう多いと思うんですけど、まっすぐ伸ばしたつもりやのにみたいなね、まあ、うちはねちょっと今掃除機変えて、掃除機の延長コードでね毎回ねもうと思ってるんですけど、皆さんの周りにはね、まあ、今コードレスの時代やからねなかなかないかもしれないですけど、なんかね私はこんなくるくるで困ってますってなったらね教えてもらったらと思います。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタンと押してもらいますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。曜日の思い込みということなんですけど、まあ、僕今日ずっとね水曜日は思ってました。で、水曜日やって思い込んで水曜日な感じで行動してたんですけど、まあちょっとね月に1回ぐらいね僕病院でね診察をちょっと受けるんですけど、軽いね。でフラッと行ったらそこ木曜日休みなんですよね。で行ったらねもうガラガラなんで、あ、やっぱこれ緊急事態とか出てるからね、みんな電話診療とかにしはるんかなとかね、いろいろまあなんかねなんかすごいラッキーなんかなとかあれこれ考えて、で受付したらね、受付の方がね、ごめんなさいねって、今日ちょっと蚊が違う蚊しかやってないのよって言わはるんで、あ、そうなんですかって言って、まあなんかもうコロナ禍で結構変わったんかなとか思ってね、で、そうなんですねって話をしてたら、木曜日はねずっとこうなのよって言われて、もうその時ね、いやもうこの人間違うてはるわって僕思ったんですよ。で、え、木曜日って何を言ってんのとか思って、あ、そうかって、僕も曜日間違えてるわ思って、火曜日なって思ったんですよね。もう何を思ったか分かんないですけど、あ、そうか、火曜日やもんな、そらしゃあないわって、なんかなんとなく自分の中でね、なんで火曜日と思ったのか分かんないですけど、まあ、火曜日か、まあ、それはしゃあないなと思って、でまあお薬とかは出せないですけど、なんか診察は可能みたいな、なんかそんな話になって、なんかすごい面倒くさいことになってんなとか思いながら、まあ別にすぐそのもんでいいですよみたいなんで、で OK 出して、でそれからねスマホを見たら、え、木曜日とか思って、えってなんかねすごい信じられへんかって、よく考えたらね、僕お昼ねちょっとだけね1時間ぐらいかな、うとうとうと昼寝したんですよ。多分その間に水曜日から木曜日に変わったんやなって勝手に思ってるんですけど、なんかねぐらい信じられへん感じあって、いつの間に木曜日になったみたいなね、まあ、なんか思い込んでしまったらね怖いもんやななんて思います。皆さんね、そんな曜日のね、なんか曜日とかも日付はあんまりないかもしれないですけどね、僕まあ日付でね何日とかって行動するのでね、あんまりないんですけど、曜日はねたまにね思い込んで間違ってね、
というのがあるんですけど、まあ、皆様ね、曜日の間違いとかね、そういったこと、ありますでしょうか。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタンと押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。まさき21でした。ではでは。はい、まさき21です。煙突町のプペルっていう映画なんですけど、皆さんご存知ですかね。まあ、僕全然知らなかったんですけど、たまたまね、お子さんがいる友達にね、こんな映画あって見たいと思ってんねんって言われて、どれどれって思ってね、ちょっと見てみたいなと思ってすぐ見たんですけど、すごいね、これはもう映画館で見るべき映画やなーなんて思いました。アニメなんですけど、宮崎駿さんの千と千尋的な感じかな、絵で言うと。なんかそんな感じで、こう色彩豊かでね、音もすごいね、やっぱ迫力ある方がいいなって思ったんで、これは映画館で、ね、見る映画だなぁなんて思いました。内容の方はですね、もともと絵本なんで、これ無料で公開されてるんですよ、ストーリー的なものはね。なんだけど、まあ実際にその動画としてあるものをっていうのはね、なんかこう、心にグッとくるものがあるなって、なんかこう素晴らしいものを作りはったなっていうのをなんか感じました。で、まあ絵本なんですけど、まあ、これはね、どちらかというと、まあ普通の顔して普通に生活してる普通の大人が見るべき映画じゃないかななんて思いました。なんかこう当たり前になってこう忘れてることとか、いつの間にかこう流されてね、見失ってるものとか、そういったものをね、なんかこう大事なものがあるんじゃないですかみたいなね、なんかこう壮大な問いかけをされてるような映画に感じました。ね、できたらもう一回ぐらい見たいところなんですけど、なかなかね、もう今もちょろちょろできないので、まぁ、ちょっと諦めなしゃあないんかななんて思ってます。まあ、映画もね、僕前の4月ですか、緊急事態出てから何回かね、僕平日の昼間しか行かないんですけど、まあ、空いてる時にね、パッと行ってパッと帰ってくるみたいなね、もうそれこそもう物も食べずに帰ってくるみたいな感じなんですけど、もう映画館自体はもう気の毒なぐらい空いてるんですよね。ひどい時はね、僕となんかおっちゃん2人の時があって、でこの人おらんかったら僕貸し切りやななんて思ってたんですけど、それぐらいね空いてます。でプペルの方もまあまあ大きい劇場やったんで、ちょこちょこっとお客さんはね、まあ、いましたけど、まあ、でももう僕のシートの列はもう誰もいない感じで、もうすごい幅っていうかな、感覚はありました。ただね、まあ今もうこの状態になったらね、行くまでもねちょっと大変やと思うので、なかなか難しいかもしれないんですけど、映画自体は結構いい映画やなーなんて思いました。まだまだね、見た映画とかあるんですけど、なかなかね出にくくなっちゃったんで、映画を当たり前に見れてた時もね、なんかこうすごい良かったんやなーなんてね、やっぱりこう人ってこう亡くならぬ気づかんもんやなーなんて思ってますね。早く、解除されてね、なんかこう、気軽にね遊びに行けるような時がね、ちょっとでも早く来たらいいななんて思います。ということで、まさぴ21でした。また下に並んでるボタンと押してもらいますと、こちらからもお伺いできるかと思います。ではでは。はい、まさぴ21です。これ食べていいのっていうことなんですけど、まあ、ちょっとね背伸びをした食事とかした時に、なんか普段見慣れないものでね、これって食べていいのかな、どうなんかな、微妙やなっていうやつってないですか。なんかね、飾りみたいなね、いや食べるべきみたいなね。で今日ね、僕普段ねあんまりそのケーキセットとか食べないんですけど、ちょっとお茶するときになるべく空いてるところっていうので、どうしてもちょっと時間がねちょっとあったんで、ハーゲンダッツ系の店かな、なんか
ね、ちょっとコーヒー飲もうとか思って、人が少ないところね、入ったんですけど、まあ、普段ね僕そのケーキセットとか頼まないんですよ。でしかもね、一人でなんて頼むことないんですけど、なんかこうメニューがねやっぱりそのケーキメインでドーンってきてて、なんかもうこれはケーキセットしかうちはしませんよみたいな勢いやんなみたいなんで、じゃあとりあえずケーキセットでとかって頼んだんですけど、一番ねそこのねビスケットがあるんですけど、どう考えてもねめちゃめちゃ硬いんですよ。でフォークとナイフがあって、まあまあな勢いでね、できるだけ普通の顔してこうグリ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 やってたんですけど、割れないんですよね。で途中でこれ手で掴んで食べるべきか、いやここではやったらあかんやろみたいな思考がね結構ゴロゴロしてまして、まあ、結果的にはね結構な勢いでこうフォークでね突き刺してこうテコの原理を利用してねちょっと割れたらねいけたんで、ちょっとずつ割って食べたんですけど、なんかねちょっと高級な料理とかね高級なお店とか行った時に限ってね、なんかこれって飾りですかみたいなのないですか、なんかね、今日ね久しぶりにそういうのに出くわしたんでちょっと喋ってみました。ね、今日も寒いですねということで、本日は以上となります。また下に並んでるボタン等を押していただけますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。今日ってね考えた成人式なんですよね。皆さん行ってきましたかね。まあ多分こう聞いてはる人ね、今日成人式ですっていう人ねまずおらんと思います。申し訳ないけどね、まあ僕の放送聞くぐらいやからね、なんですけど、まあ僕もね2回目の成人式ぐらいまでは覚えてたんですけど、まあ3回目はまだなんでね、何回もあるんかいう話なんですけど、成人式ってね、まあ僕ら いるんかなとかね、まあそれは楽しみにしてはる方もねおるやろうからあれなんですけど、まあ、女性はねいいと思うんですよ。ね晴れ着でね、まあ、なんていうのかな、昔の友達とかにこうねやったったみたいなできるからね思うんですけど、男性ってね普通にスーツやったりとかするんですよね。そんなに変われへんぞみたいなね、なんかあれは僕は女性のための儀式なんかなと思ってるんですけど、僕もね、まあ二十歳の頃に、成人式って行った方がいいんかなどうかなっていうのを、ね、あんまり興味なかったんですけど、バイト先のね店長さんに聞いたら、まあ、一生に一回やし行った方がいいんちゃうのって言われて行ったんですよね。なんやけど、まあ、あれの楽しみって、まあ、昔の友達と会うからってのあるじゃないですか。で僕もともと四国でね18で大阪出てきて、大阪で成人式なんで知り合い一人しかおらんかってね、いや何にも思んないねんけど思ってね、でなんかようわからん小難しい話されて、なんかクラシックの演奏が始まってみんなワイワイガヤガヤでみたいなね、え何だろうこれはみたいなね、だからこう昔のお友達と会うよみたいな地区やったらね楽しいかもしれないですけど、言うてもね例えば18とかからやったらね高校卒業して2年ぐらいしか経ってないわけで、まあ、そんな変わるんかなみたいなね、なんかもう思ったりもします。皆さんのね二十歳の時ってどうでしたか。なんかやっぱりね着物着て首んとこねなんかふわふわしたやつつけたんかなとかね、何もこの寒い時にせんでええんちゃうのって思うんですけどね、もうちょっと気候のいい時にねしてもいいんじゃないのって思うんですけど、なんかね地域によったらもうやめますって言ってもね言うたらこう人生終わったぐらいな感じとかね、一昔前やったらこう壇上で暴れるやつとかね、なんかいろいろありましたけど、そもそもそんなに重要視する儀式なんて今勝手に思ったりしてます。ね、
まあもう二十歳の頃なんかもう特に忘れてしまいましたけど、次ね、3回目ぐらいのね、成人式には頑張って出席したいと思います。ということでまさぴ21でした。ではでは。はい、まさぴ21です。皆さんはね、冷蔵庫って置いてます？って普通置いてますよね。なんかね、うちね置いてないんですよ。もう別にいらんかなっていうのでね、必要性を感じるのはね、夏場はねやっぱね、毎年ね買おうかなとか思うんですけど、でもこれ乗り切ったら別にいらんぞとか思って買わないままなんですね。で今、うちの冷蔵庫ってベランダになってるんですけど、もう本当に冷蔵庫になんかジュース入れに行く感覚でベランダに物を置いてるんで、でベランダに置いてたらベランダの冷蔵庫ってね温度調整できないんですよね。でちょっとね炭酸水をねお風呂上がりに飲もうかななんて思ったら軽く凍ってまして、まあ、大阪でもね一応マイナス 1,2 度ぐらいにはなるので口に入れた瞬間ちょっとびっくりしました。皆さんはね冷蔵庫ない方にびっくりしはるかもしれませんけどね、はい、なんだけどちょっとびっくりしたなっていうことで、なんとなくスタイフ収録してみました。ということで本日は以上となります。また気が向いたら下のボタン等を押してもらえますとこちらからもお伺いできるかと思います。まさき21でした。ではでは。はい、まさぴ21です。出会い系と広告の文言ということで、出会い系っていうとね、どんな風に想像されるか分かんないんですけど、今ってそのシステムがありますよね。なんかね、で出会いに関しての、案件とかってものすごいね広告が微妙すぎてなんかすごい面白いんですよ。で皆さんどっちの出会い系を想像されてるか分かんないんですけど、僕もともとねアフィリエイト結構やってたんでそういう系のサイトとかも持ってたんですね。で出会いっていう感じのキーワードで結構上位表示されてるものとかもあったんで、大手さんからオファーを逆にいただいてたりとかしたんですよ。でさすがにね会社名は言えないんですけど、リクルートさんとかあの辺とかが、こんなシステム開発しましたみたいなんで、ぜひうちの広告を載せてくださいっていうのとか来てたんですよね。で、いいですけどっていうので、僕はそのサイト自体はもともと別の方の出会いですよね。ちょっと大人的なんであんまり大きい声で言われへんけどね、の分での案件を受けて作ってたもんなんで、いや一応そっち系なんですけどいいんですかねっていうのを聞いたら、とんでもないですみたいな返事返ってきて、言ってきたのあんたとこやみたいなね。なんやけどシステム自体はね結局使ってるの一緒なんですよね。マッチングアプリとかそういうのもあるでしょとか、結婚相談所とかね、ああいう系でもシステムは一緒なんだけど、何に使うかですよね。だからその広告として真面目な出会いをしましょうみたいなんで、婚活案件とかを出会いなんですよね。なんだけど変な話可愛いお姉さん来ますよ、ええことできますよみたいなことを書いちゃうと、そっち系の出会いでこうアダルト案件になるみたいなね、この境目が本当に文言一つで変わるんで、すごいみんなどうやって交わしてるんかなっていうのがねものすごい面白いんですよ。で今ね、なんでこれをねちょっと思いついたかっていうと、今僕ヤフーのページにねちょっと男性向けのあれが元気になりますよ的なやつのサプリ的なやつがねすごい広告とか出てるんですよ。でそんなん別に検索したわけではないんですけど、ちょっと広告面白いな思って
見てたんですね。で、あの使ってるもの、まあ、サプリの内容とかがもう亜鉛とかね、マカとかね、まあ、要はそっちが元気になりますよ的なものなんだけど、まあ、これも大手さんが売り出してるので、そっちを言わんように言わんようにこう、あのでもそこを想像させるためにどうするかっていうことを書いてるんですね。で、なんかこんな方にもおすすめですみたいなんで、なんかまだまだ現役でいたい方とかね、なんか自信を持って毎日を過ごしたい方とかね、なんか大切な時間を取り戻したい方とかね、それはみんなそうやろうっていうね。でもあのね、結局違う意味で、まあ、あのバイアグラ的な違う意味でとっても、なんかわかるよみたいなね、なんかうまいこと作っとんなみたいな、もうすごいこう神経使ってやっとるんだろうなみたいなね、ここでね一言でもなんか、なんかこう物が元気になりますよ的なこと変えちゃったらこれ違うんだろうなみたいなね、その辺がね、なんか広告っていうのすごい、一言とか言葉で全然変わるんで面白いなぁなんて思って見てます。はい、実際ね、なんかアフィリエイトとかでもね、まあ今はね、どちらかというと教えたりする方なんであれですけど、結構なオファー来るんですけど、企業さん面白いことやってますよ、なんかね、皆さんね、ご存知の方もねおられるかもしれないですけど、まあ、今ってね YouTuber さんとかがね、なんかこうお仕事くださいみたいな結構多いですけど、まあ、こんなんもサイトでもブログでも一緒なんで、企業さんも頑張ってはるんやろうけどね、なんか面白いな思います。はい、ねシステム一緒のねって思うんですけどね、まあ考えたらね、ウイルスも一緒ですけどね、なんかウイルスもね許可を得るか得ないかの問題で、許可を得たら遠隔サポートで使えますからね、プログラムは一緒なんで、そう考えるとね、なんか全てものっていうのはこう使い方次第でね、いいようにも悪いようにもなるんだなぁなんて思ったりもします。今日もめっちゃ寒いですよね、なんかね、なんか大阪も結構寒いですけど、今日どうしようかな、もう一本あるんよね、今日出そうかな思ってたやつが、なのでまた後で出すかもしれません。ということで本日は以上となります。心地よくつながれると嬉しいので、また下のボタンと適当に押してもらえるとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。はい、まさぴ21です。皆さんはね、おこげは好きですか？ね、まあ、おこげ好きっていう方意外と多いんですけど、まあ、僕はね別にその、まあ、嫌いではないですけど、まあ、好んでおこげが欲しいっていうタイプではないんですよ。で、年末あたりのね放送聞いてもらった方は知ってると思うんですけど、今鍋、普通の鍋、まあ、しかもおもろ鍋でですね、お米を炊いてるんですけど、まあ、案外ね簡単にできるんですよ。別に難しいことではないんでね。で、やってみてるんですけど、まあ、どうしてもね少量やしね、途中蒸らす時には蓋を開けれないので、水分飛ばそうと思ったら嫌でもおこげが、ね、軽い感じでできるんですよね。なんかこうなくすために今度フライパンでやってみようかなとか思ってるんですけど、なんかね別に望んでないんですけど、毎日軽いおこげを食べてます。まあ、好きな方やったらいいんやけどね、僕別にあんまり、求めてないんで、どうしたもんかななんて思ってます。で、全く関係ないんですけど、今日ちょっと判明したことがありまして、まあ、YouTube のね、まあ、いろんなチャンネルあるんですけど、解説系の動画で、まあ、自分で収録した後に、あ、またやってもうたわっていう失敗があるんですけど、知らず知らずのうちに早口になっちゃうんですよ。いや、もうこれあかんなって思ってて、毎回ね、思ってるよりゆっくり喋らんなって思ってるんですけど、もう解説に熱中しだすと知らん間に早口になってて、で原因は何やろうなってずっと思ってたんですね。でそれがついに判明しまして、
あ、僕 YouTube のその解説系の動画で人の見るとき2倍速で見てるわとか思って、まあ普通のね YouTube の動画はあの普通の速度で見るんですけど、まあ、何かね解説する系とかやとだいたい2倍速とか 1.75 とかで見るんですね。でもヒアリングがそれになっちゃってるので自分もそのペースでこう喋ることになっちゃってるなみたいなね、だからちょっとね皆さんの放送をこうまったり聞いて、まったりした自分を取り戻さんとなんて思ってます。はい、おこげと全く関係ない終わり方になっちゃいましたが本日は以上となります。下にあるボタンと押してもらいますとこちらからもお伺いできるかと思います。ということでまさぴ21でした。ではでは。はい、まさぴ21です。アメブロと格闘ということで今ちょっとねアメブロの過去記事と格闘してるんですけど、もともとまさぴ21ワールドっていうブログの中の抜粋版として必死のパッチもほどほどにっていうアメブロをやってるんですけど、アメブロに関してはまあちょっとまあいろいろ考えちゃってこう視野が狭くなっちゃった人とかになんかこんな考え方もあるよみたいな感じでちょっとふと楽になってもらえたらなみたいな部分を抜粋して書いてるんですけど、その過去記事でコメントをいただいた分だけ抜き出してまあいろいろしようと思ってやっちゃいますって言っちゃったんですよ。で過去記事見るとね意外にコメントもらってまして、えどうするんっていう状態に今なってます。はい、まあ、あのやりかけてるものもあるんですけど、まあまあね、まあ、去年の分だけとかこう、ね、いろいろ思ってたんですけど、やっぱりある程度ちゃんとせなあかんなって思って見るとまあまあもらってるので、これちょっと気合い入れて頑張らなあかんなみたいな状態になってます。今のね現段階の自分とか結構ね見ると思うんですけど、まああんまりね過去ばっかり振り返るのは良くないんですけど、たまにねそういう過去に自分がやってきたものとか評価されたものとか見るのもなかなか面白いななんて思いました。この時は自分なりに頑張っててなんかね少しでも役に立てる記事が書けないかって思ってたよねみたいなね。ただまあ自分の記事なんでくっそ恥ずかしいっていうかね、なんかもうね結局ね何が痛いみたいなね僕は思ったりするんですけど、でもやっぱりそこで何かを感じてくれる人がおったっていうね、なんかそういうのってなんかなかなか面白いななんて思ったりしてます。今日なんかねすごい強風とかなんかすごいらしいですよね。僕あんまりねもうその辺大丈夫だろうって思ってるんで、まあ、うちの地域はねなんだけど珍しくね消防のやつが回っててなんか今日夜からすごい強風も吹いてどうのこうのってね気をつけてくださいみたいなね言ってて台風の時でもね来なかったぐらいなんでよっぽどなんかなとか思って、ちょっと身構えてるんですけど、皆さんの地区もねいろいろ大雪とかねなんか寒波とか大変やと思いますけど、まあ、もちろんコロナも含めてね大変やと思いますけどぜひ無事にね、過ごされてください。ということで本日は以上となります。また下に並んでるボタンと押してもらいますと、こちらからもお伺いできるかと思いますのでお願いいたします。まさぴ21でした。ではでは。まさび21です。今年変えたいね、ROG と自動販売機なんですけど、僕はちょっと自動販売機さんと協定を組もうかななんて思ってるんですけど、まあ、ROG ってね皆さんご存知ですかね。多分ね知らない方が大半だと思うんですけど、まあ、なぜかというと、まあ、僕が勝手に言ってるだけなんで、ちょっとね今年ねもうツイッターのハッシュタグとかにしても広めてやろうかとか思ってるんですけど、まあ、何のことかっていうと老眼なんですよね。はい、基本ね僕目はね結構いい方なんですけど、
まあ少し前ですかね、眼科行って左目だけどうも疲れるんですって言った時に、ああ老眼やねって言われて、ね、思わず先生です、相手先生なんですけど何言っとんねん言いましたからね、なんだけど、まあ、老眼鏡を買ってくださいって言われて、まあ、それでもねちょっと抵抗があってブルーライトカットのやつを買って、ね、ブルーライトをカットするために買いますみたいなね、メガネもかけたことなかったんで、でまあ買ったんですけど、まあ世界はこんなにくっきりしてるのかっていうぐらいね、おーって思って、まあしばらくかけてたんですけど、やっぱちょっとあんまりねずっとかけるんは嫌やなと思って最近ちょっと抵抗してるんですけどね、あんまり極力かけないようにしてるんですけど、要はね言い方やんなって思ってね、老眼って言われるともういかにもなんかもうジジイババアになりましたみたいなね感じがするので、世の中のものってね結構ねいろんな横文字で表すじゃないですか。なんかね例えばなんか最近やったら HSP とかね、とか何だっけ ADH なんちゃらとか、なんかそういうちょっとねデメリットかなっていうことも、まあ、イメージ的にね横文字3文字ぐらいで表すと、ああそれなっていう風になるでしょう、ね、なんか老眼もね、僕らも例えば友達同士とかでね、お前老眼来てるんとか、もう来てんでとか言ったらなんかこうひそひそ話せなあかんねんけど、まだ ROG って言ってもらったら、ROG 来てる、おお来てんでって言ったらね、 ROG ねっていうね、なんかね老眼やねんけどね、なんかいやええんちゃうのって思うんですよね。で世の中まあそういう風になんかこうね、だって卵かけご飯ですら TKG ですよね、ちょっとおしゃれな感じなんかなって思うでしょ。なんか卵かけご飯って言ったらね、お家でなんかね、しゃあない卵しかないしみたいな感じでもね、うち TKG 専門店ですって言われたらね、あ TKG なみたいなね、なんかちょっとね背筋がピンとするようなね、なんかこうねちょっと違うじゃないですか。なのでちょっと今年はね ROG をねちょっともう流行らしたいなみたいなね、なんかもうみんなが世の中の人がもう老眼のことは ROG って言いますよみたいなね、もうそれはもうシニアの方にこう道を開くみたいな意味でね、なんかね広めたいななんて思ってるんですけど、で協定を結ぶっていうのがね自動販売機さんなんですよ。まあ彼女たちもねすごい気の毒なんですよね。もう暑い中寒い中外でねお仕事されてるのにですよ、いつまでたっても自動販売機じゃないですかね。片やホワイトカラーのね銀行とかね、ねああいう機械たちは ATM 言ってもらえるんですよ。でもともとね現金自動預け払い機でしたっけ、なんかもうねめんどくさい名前でしょ、なんかねやったらなんかダサーみたいな感じやねんけど、部屋の中ね空調の効いた中におる人たちは、人じゃないけどねおる機械たちはね ATM ってねかっこよう言ってもらえるのに、外で頑張ってる自動販売機はいつまでたっても自動販売機でしょ。なんかねあれちょっとあかんやろと思ってて、まあなんかこう老眼と共通する点があるなとか思って、なんかこう今年協定を結んでねお互いの呼び名を変えようみたいなね、なんか活動じゃないけどねなんかしたいなぁなんて思ってます。なんかもう ROG はね僕もね何年か前からねちょっと考えてたことなんで、これはまあ僕ら側のね、まあ勝手にねシニア代表としてねなんかねもう ROG って言いましょうみたいなね、ことで引っ張っていこうかなとか思ってるんですけど、自動販売機ですよね、はい、なんか面白い力でねかっこいい言い方ね、ちょっとあんまり思い浮かべへんので、もしねなんかこうやって言ったらええんちゃうみたいなねなんか、良さげな案があったら教えていただいたらねちょっと今度のねミーティングでねお話を、ね、してみたいと思います。ということで、本日は以上となります。もう皆さん老眼ではなくて ROG って言ってください、お願いしますということで本日は以上となります。心地よくつながれると嬉しいので
下に並んでいるボタン等を押していただけますと、こちらからもお伺いできるかと思います。まさぴ21でした。ではでは。はい、まさぴ21です。今日もね、どうでもいい話なんですけど、Google アシスタントね、皆さん使われてますかね。なんかね、ルーティーンの設定とかもできるんですよね。で、今僕ルーティーンをね結構変えていってるので、その中でね Google アシスタントどう絡めるかなとかやってるんですけど、あれのねちょっと一つ気に入らんところっていうか、変えたいなっていうのが、サンがいらないんですよね、僕的には。こんばんは〇〇さんとかなるでしょう。あれだいたい登録者名なんですよね。だから、こんばんはまさぴ21さんとか、その分の3が僕にとってはいらなくって、あれのける方法ないんかなとか思ってるんですけど、なかなか難しいんかなみたいな思ってます。なんかね、こんな裏技あるよみたいなね、詳しい方もしねあれば教えてもらったらと思うんですけど、なぜそれを思うかっていうと、僕その登録してる名前がね王子様なんですよ。なので、携帯を呼ぶとこんばんは王子様さんってつくんですよね。だから、いや王子様でいいからって思うんですけど、でもそれしてる時点でちょっとあんたなんか変わってんでって言われるんですけど、いやだって王子様やもんみたいなね、でも王子様さんって言われると、いやなんか王子様じゃないようなみたいなね、感じで、なんかこの3のけられへんのかなってね、去年からの課題でねずっと思ってます。で、去年からの課題でもう一個あるのが、よくね、人の話ちゃんと聞きなさいっていうので、耳の穴かっぽじってって言うでしょ。あれね、なんか、江戸のね、もともとの江戸っ子がみたいなのあるみたいなんですけど、じゃあいい匂い嗅ぐとき鼻の穴かっぽじってって言うんかなみたいなね、多分言うことないと思いますけど、なんかうちの地域ではそれ言いますよみたいなのあったらね、教えてもらったらねいいと思うんですけどね。なかなかね、だっていい匂い嗅ぐときもちゃんと嗅いだ方がいいじゃないですかみたいなね、でもかっぽじってとは言えへんよなみたいなね、なんかことがちょっと去年からのなんかこう疑問というかね、なんかこう変えたいなとか、こう腑に落ちひんなみたいなところで残ってます。はい、ほんまどうでもいい話ですね。大変申し訳ないです。ということで本日はここまでとなります。心地よくつながれると嬉しいので、下に並んでるボタンと押していただきますと、こちらからもお伺いできるかと思います。もしね、3のっける方法ねあったらね、教えてもらえたらと思います。まさぴ21でした。ではでは。はい、まさぴ21です。今年変えたことっていうことで、割とね、一日のこのルーティーンとかタスク関係は定期的に見直しをするんですけど、年末年始ね、ちょうど、年明けということで、今年、今回一回止まってどうしようかななんていうのをちょっと考えてみたんですけど、細かいことですけど、パソコンのデスクトップの背景画面変えてみたりとかから始まって、ちょっとタスク管理のねアプリとかを変えたりとか、メモ帳を変えたりとか、ちょっといろいろしてみたんですけど、大きいのがですね、マネーフォワードミーっていうね、ご存知の方もおられると思うんですけど、家計簿アプリですね。普段僕あんまり家計簿アプリとかつけるとかね、使うタイプではないんですけど、やっぱりこうキャッシュレスになって、現金が見えにくいので分かりにくいですよね。それぞれにこうアプリとかがあって、残高確認であるとかね、引き落としとかいろいろできるんですけど、僕の習慣としたら、そのカードで買った時も、家に帰ってから、例えば1000円使ったよっていう時には、そのレシートと交換で、財布の中から1000円出して、どっかに置いといてみたいな、である程度貯まったら引き落とし用に銀行に持っていくみたいなねことをやってたんですけど、もうちょっと節約的なこととかもね、あとポイントとかそういったものも、なんかうまく管理できへんかなとか思ってまして、
で、まあ、前にねマネーフォワードミーっていうのまあまあいいよみたいなの聞いてたんですけど、やっぱりその外部にねそのクレジットカードの情報とかね、そういう銀行口座とか紐付けるの怖いなぁなんて思ってたんですけど、まあ、あの思い切ってやってみました。まあ無料だとね11件までは大丈夫なんですよ。で、まあ、そんなにないやろ思ってたんですけど、意外とねあるもんやな思ってね、これ以上はプレミア会員じゃないとって出てきたんですけど、まあまあでも11件登録できたら、まあ、カードなりショッピングなりそういうのね、重要なもんだけ登録できたら案外ね思ってるより正確に振り分けてくれるので、例えば自分がカードで、なんかこうお買い物しましたよっていうのも、まあそれがね例えばドラッグストアやったらこう薬代みたいなのとかね、うん、あとこれは食品で使いましたとかね、あの自分も使うだけで割と正確にね振り分けてくれるので、結構便利かなとか思いました。ね、割とこの分類がねなんかそんななんかうまいこといかへんやろ思ってたんやけど、まあ、なかなかねうまい具合に分けてて、でパソコン版からでも見ることができるので、僕はまあね身分類になってるところはちょっと自分で修正とかしますけど、まあ、そんなに完璧にっていうかこうざっくりどんな感じかなっていうのがすごく見やすいので、まあまあいいかなって思ってます。なんかね今、Amazon の件とかなんか現金かなんかが当たるかなんか言うてね、やってたんで、まあこの機会に1回取り入れてみようかなと。でちなみに、プレミアプランにするんであれば月500円かかります。年間払いやったら5500円になります。1ヶ月安いんかな、うん、まあでもそこまで使わなくてもね、まあ今銀行の残高とかもね、あるいは引き落としの額とかも見えにくいじゃないですか。でそれぞれにこうログインしてね見るのもいいんですけど、まあ、こういったアプリでね、どこの銀行にいくらあって、引き落としはいくらで、あるいはね、ポイントこれだけ溜まってますよとかっていうのが、まあまあ一括でね、その11件分、銀行とかカード会社とか、よく使うところだけ。で、その連携も結構セキュリティ高いなっていうね、一番心配だったんですけど、まあ銀行系と、ちゃんとデータのやり取りして、あとは二段階認証ですかねとかいろいろ行ったりするので、まあまあ使えるんじゃないかななんて思ってます。でもこの会社自体もね、なんか実際はその確定申告とかね、そういったものの分とかも開発してるので、セキュリティもまあまあいいんじゃないかなと思ってます。で全部が全部ねきっちりしなくても、全体的に見るとまあなんかいや思ってるよりなんか服要さん好転なとかね、うん、まあ、僕ちょっとね通信費高いな思ったんですけど、まあ、そういうのが見えてくるので、なかなか面白いなと思います。でちょっとね、年明けからね本当に今一番悩んでるのが1日のこのルーティーンをね、結構見直そうと思ってるんですけど、その中の一環としてね、お金の流れっていうものもちょっと見直してみようかななんて思ってね、やってみました。一応リンクの方ね、もしよかったらまあ、直接のアプリじゃないですけど、検索結果でよければリンク貼っておきますんで、まあ、どんなもんかなとかね、結構便利ですよなんて書いてる人とかもいるので、まあ、ちょっとやってみてもいいんじゃないかななんて思います。ということで、今年もいろいろ変えていきたいななんて思います。今日は、本日はここまでとなります。ではでは、まさき21でした。まさぴ21です、今日は初夢ということで、皆さん初夢とか見られましたでしょうか、ね、あんまり意識してないかもしれないですよね今なんかね、僕もあんまりこう夢とか見るタイプじゃないですよなんてね前言ってて、それでも珍しかったのでね、なんかめっちゃ笑ってたみたいなね夢、この間ね投稿したんですけど、今回ね初夢になっちゃったんですけど、なんか超リアルな夢で、小学校時代の友達がですよね、なんかもう普段ね全然付き合いないんですけど、
なぜか僕の背中でめちゃめちゃマッサージしてくれてまして、これがねなんかもう半端ないぐらい気持ちよくって、なんかもうそこやねんみたいな感じでめちゃめちゃうまいんですよね。で、1時間ぐらい多分ねしてくれてはったと思うんですけど、さすがにちょっと申し訳ないなと思って、いやもうええでありがとうって言おうかな、いやでも気持ちいいしなみたいなんでうだうだしてて、まあでもやっぱりちゃんとねもうあまりにもやってもらいすぎやろって思ったんで、もういいでって言おうかなって思って目が覚めたみたいなね、夢かいみたいな感じで、ぐらいリアルな感じでした。もうなんかねすごい、肩首凝ってたんでね、それから来てたんかもしれへんけど、ちゃんとね目が覚めた時にはうつ伏せになってね、なんかマッサージ受けるような感じでね、なんかゴロンとなってました。なんかねこれってなんかめでたいんかどうかわかんないですけど、皆さんはね初夢みたいなねなんか見ましたでしょうか。まあ、今時あんまり初夢とか言わへんのかもしれないですけど、まあ、もしねなんか面白い夢見たよなんて言うんであれば教えてもらえたらと思います。ということで本日は以上となります。下に並んでるボタンと適当に押してもらいますとこちらからもお伺いできるかと思います。ということでまさぴ21でした。ではでは。はい、まさぴ21です。今日はね、近所のね氏神さんですけども、まあ、僕ちょくちょく行くんですけど、まあ、神社の方とお話ししてて、今日の午後か明日の午後ぐらいやったら割と空いてると思いますよっていうので、まあ、密を避ける意味もあって今日ちょっと行ってきたんですけど、まあまあいい感じに空いてまして、ご祈祷の方も、無事していただきまして、おみくじを引くとね、僕結構な勢いでね大吉もらうんですけど、まあ、去年違うかったんですけどね、今年もね大吉をいただきましたということで、まあお福分けっていうのかな、皆さんにもね、なんかいいことがあればいいななんて思います。今日はまあ皆さんお正月であんまり聞いてないと思うのでさっさと終わらしちゃいますということで、まさぴ21でした。ではでは。はい、まさぴ21です。明けましておめでとうございます。去年からねつながっていただいた方もね、またこれからつながる方も、大変良い年になればいいななんて思います。今後もね引き続きよろしくお願いいたします。ということで、今日カウントダウンなんですけど、皆さんカウントダウンとかされましたかね。なんか小池さんもねなるべくやめてくださいみたいなの言ってたんですけど、まあ、僕もね、まあ実際今年はねもうおとなしくしとこうっていうので、カウントダウンをね、地味にねしようかなとか思ってたんですけど、ちょうど夜中起きてたので、まあ、こうなったらね、一人カウントダウンで盛り上がってやろうとか思ってね、なんかこうちょっと、ビールとかね準備してね、自分で部屋でね、カウントダウンをしてやるぞとか思って、でまあ準備万端で始めますよっていうので、時報のやつをね、117ですか電話して、ね、スピーカーモードにしてね、はい、かけたんですよね。そしたら、ただいまより午前0時20秒をお知らせしますって言われちゃって、あ終わってるやんみたいなね、もうすげえ、マジですかみたいなね、もういきなりスタートからこけたみたいな感じなんですけど、皆さんはねカウントダウンとかねされましたでしょうか。まあね、今日の晩まだやったろかいなとか思ってるんですけど、今年なんかこう季節感があんまりないなーなんて個人的には思ってるんですけど、なんかねクリスマスとかそういうのもねなんかこうまあおとなしい感じなんで、まあ今一つやったなーなんて思ってたんですけど、なんかお正月もね僕今年お餅買わなかったんで、お雑煮とか別にしてないんですよね。皆さんされてます？なんかお堂にもいろいろあるんですよね、地域によってね。僕はおすましか
味噌かなんかやけど、なんか鳥取の方の友達とかなんか砂糖を入れるとかなんか言ってましたけどね。なんかね、砂糖が貴重だった時代のなんか名残でみたいなね、なんかいろいろね、地域によってあるんですよね。なんか京都とか白味噌なんかな、僕あんま詳しくは知らないんですけど、まあ、うちの近所でもね、うち大阪なんで、白味噌をねバーッと売ってたりとかしたんで、京都出身の方とかも多いんかななんて思って、まあ、地区によってねいろいろありますよね、お雑煮なんかもね、皆さんはね食べましたでしょうか、ね、僕あれ思うんですけどね、意外とお正月ってまあお餅食べますよ、そのお雑煮ね最初食べますよっていうのがまあある時はですね、個数で悩みませんか、なんかね微妙な1個ね、なんか3つにするか4つにするかみたいなね、なんかとか2つにするか3つにするかみたいな、その間ですよね、なんかね、もう1個プラス1徳どうするみたいなね、もうなんか意外と悩んでたななんていう思い出があります。初詣もね、今年は僕はもう元旦に行かないっていうので、ちょっとまあ僕は神社の方と仲いいので、実際ご祈祷とかしてもらうんですけど、2日か3日の午後からなら空いてるので、そちらの方がって言われたんで、まあ明日か明後日ぐらいの午後から一瞬さっと行ってさっと帰ってこようかなと。でも実際にね、普通に神社行くときはまあ普段からねちょこちょこ行ったりするので、まあいいかなとか思ってるんですけど、やっぱりね、氏神さん的なところでもまあ集まるところは集まるので、その辺はね神社さんにもこう協力したいなっていうのがありまして、まあ今年は元旦からはやめて、明日か明後日行こうかななんて思っています。となるとなんかもう正月らしいことがなんか全然ないぞとか思ってるんですけど、皆さんのお正月はいかがお過ごしでしょうか。ということで本日はここまでとなります。心地よくつながれると嬉しいので、下に並んでるボタン等を押していただけますとこちらからもお伺いできるかと思います。どうか、楽しい、素晴らしい一年になりますように。ということでまさぴ21でした。ではでは。はい、まさぴ21です。一日の儀式っていうことでね、一日っていうかね、僕1日なんですけど、いつの頃からかね、まあ、毎月こう1日はなんかこう神棚掃除したり近所の神社行ったりね、なんかこうお塩を変えたりとかね、なんかそういうことをいつの頃からかやってるんですね。でまあね、31日お正月に関してはね、まあ、今日ですよね、年末に綺麗にして、神社に持っていくねお札とかも全部まとめてみたいなね、ことを、まあ、するんですよ。で僕自身はそのスピリチュアル系の方ではなくって、全然そういうのをねおまかいなっていう人なんですけど、ただ昔からやっぱそういう部分は多少ありまして、なんか誰に教えてもらうわけでもなく、まあ子どもの頃からねなんかね、そういうようなことを自然とやってたんですね、はい。で、あんまりね表では言わないんですよ僕ね、なんだけどつながってくる人ってやっぱりそういうので、その本物の方ですよね、が結構つながってて、まあ、いろんな大先生クラスの方がねいろいろいてはるんですけど、まあ一応1日の儀式っていうことで、その中の一つに、まあ、僕あんまりね占いとかそういうのはねどうでもいいっていうか、あんまりねまあそうなんだなぐらいの人なんですけど、オラクルカードをちょっと引くんですよ月に1回ね。これもいつの頃からかやってて、もう何年もやってると思うんですけど、もう1日にすることの流れっていうので、いろんなことをこう整理した後に、じゃあ今月 1ヶ月どういうことに注意したらいいのかなみたいなんで、なんとなくこうメッセージをもらうんですね。いやそういうことってまあ僕は周りには言わないんだけど、一人でこっそりやってると、はい、
で、自分の中ではああなるほどなっていうのは結構あるんですね、うん、で、今回ね実は、これを聞いた人あの下手したらね多分ここまで聞いてない方もおると思うんですよ。でこれを聞いた人が来年もうさらにこう幸せを加速するためにはどうしたらいいですかねっていうのをちょっと聞いてみたんですよ。はい、だからこれを聞く今これをもし聞いてらっしゃるとしたら多分すごい意味のあることだと思うんですね。探そうって思っても探せないし聞き始めてすぐねはい終わりっていう方もおるやろうからここまで聞いた方っていう方はものすごい意味があると思うんですね。で僕はこのねそのメッセージの文を見てああなるほどなって思ったんですよ。で、早速、まあ、答えじゃないけど、言っていくとその聞いたこれを今聞いてる方がさらに幸せをもうガンガン加速するためにはどうしたらいいっていうのをねほんま頼みますわみたいなんで聞いたら媒体とか仲介みたいなメッセージが出てきたんですね。でもそれを見てああなるほどなって思ったんですよ。で、ここまで聞いてそのメッセージを受け取れる方っていうのは言ったらもう天と地の間にいますよと。もちろんね普通の人も天と地の間におるんやけどももう普通のレベルじゃない人です多分、だと思います。じゃないとここまで多分聞いてない、もう自分は天からすごく受け取ってますよねっていう、まあ、分かってる方はご自身であなるほどなって分かってはると思うんやけどものすごい受け取ってはるよねと。でそこでちょっと考えてみてほしいのがその中の少しだけでもいいので来年ね、誰かのためにとか未来のためにっていうのをちょっと流してあげるっていうのかな、なんかあげるでもいいし教えてあげるでもいいし何か物をあげるでもいいしなんかちょっと喜ばしてあげるとかね、それはなぜかっていうと超大金持ちみたいなもんなんですよ。もうめちゃめちゃ持ってると。で、そのポジションにもうすでにおるわけですよね。これここまで聞いてくれてる方っていうのは自分なりのなんか素晴らしいものを持っててそれをどん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 もらってるの で、それ十分幸せなんですね。もう来年確実に。なんだけどさらにっていうんであればそれをちょっとこう周りに分けてあげるとか教えてあげるとかそういうちょっと流してあげるっていうことをするとこれ爆発的に幸せになるよっていうねメッセージなんですよ、なのでね普段ね僕はこれ自分でやってあるいはもうどうしてもって頼まれたらやるぐらいなんですけど表立ってはなかなか言わないですけど、多分ね来年幸せな流れになるのは確実やと思います。なのでさらにっていうんであればちょっとね流してあげるっていうねことをね考えてみたらこれ面白い1年になるんじゃないかななんて思ってます。もう自分自身はね多分余裕ですよ。でみんなねまず誰でもそうですけど自分があって自分のことを考えるんですよね。で人のことばっかり考えとってもあかんじゃないですか。でまず自分がどうしますかってね、確かに自分がっていうのは大事なんだけど、僕ね割と人間関係素晴らしい方が多いんですよね。もう大先生クラスが結構多くてもう雲の上みたいな人がね普通に一緒に酒飲んだりするんですけどそういう方と話をしてて話題ですよね、何かって言ったらもう目先の利益とかそういうレベルじゃないんですね皆さんね、例えば愚痴言ってどうのこうのとか、今の政治がどうのこうのとかそういうレベルじゃなくって本当にみんなねいやもうこの技術を後世に残したいねとかねどうしたらええかなとかねなんかこうもっとこう世の中のこの困ってる人この人たちを
今よりかもっとすごく助けるにはどうしたらいいかなとかね、もうなんかこうみんな目を輝かせてね、どないしたらいいかなっていう中で、僕はあの技術的に今はこういう技術があるからこれ絡めたらどないみたいなね、お話とかするんですけど、あの本当に見てるところが違うんですよ、でこれを今ここまで聞いてくれてる方は多分それお持ちやと思います。その辺のレベルに、まあ、今なってないとしてもなる方なんだと思います。なのでもう今までね、あのまずねやっぱみんな自分が幸せになりたいからこうね、もうまあお金くださいとかね、彼氏彼女くださいとかねいろいろ言うけども、まあ、そんなん多分余裕だと思うので、その幸せをいかに分けてあげるかっていうのをちょっとね、意識ですよね、入れると多分すごい1年になると思います。ね、普段やらないんですけどね、ちょっとね年末なんでね、たまには変わったことしてみようみたいな感じで、やってみました、ということで、本日そして今年はここまでです。来年どうしようかな、皆さん元旦から収録するんかな、なんかよくわかんないですけど、まあなんかねまだ寒いですけどね、あの風邪とかひかんように、良いお正月、良いお年をお迎えくださいということで、本日はここまでです。心地よくつながれると嬉しいので、下に並んでるボタン等を押していただきますとこちらからもお伺いできるかと思います。ではでは、まさぴ21でした。良いお年を。はい、まさぴ21です。かいわれ大根放置してみたっていうことでね、写真でねちらっと載せてますけど、放置してるとねどうも大根に変わりつつあるんですよ。で、これね、写真がね、iPad の中にないので、前のね写真なんですけど、今もうちょっとでかくなってまして、またブログ記事貼っときますけど、そこで短い動画ね、なんか30秒ぐらいのね、動画でね、なんかこんなんなりましたっていうのは貼ってるんですけど、かいわれ大根をね100均の種買ってきて、観葉植物の代わりにね、まあ、ちょっと緑が欲しいなっていうので手のかからんやつっていうので、まああのあれぐらいの低い緑がなんか欲しくって、でまあ、観葉植物代わりにいいかって思って、もう何の計画性もなくね、買っちゃったんですけど、思ったより種が入ってまして、まあ1個はね、花瓶というか、ちょっと長めのね、入れ物に、まあ、土を入れてそこに種まいてみたいな感じで、まあ、観葉植物、まあ、思ってた通りになったかなっていう感じなんですけど、まあ、その辺はね、まあ、ちょっと食べたりとかしたんですけど、残りの種を、まあ、他にプランターにバジルとか植えてるんですけど、そこにねもうピッとね、何の愛情もなく、そこらにピッと巻いとくかぐらいな感じでね、ほったらかしにしてたんですね。で、まあ他なんかこう植え替えたりとかして結構混ぜ混ぜしてたんですけど、ここ最近その元かいわれ大根の主張がすごくてですね、ここにおるでみたいなね、なんかこうね、混ぜてるんであっちこっちから出てくるんですけど、まあ、その中の一個がね結構大きなことになってます。なんかね、まあ、野菜とかそうなんですけど、いい感じに育ってくるとなんかこうね、こう可愛くなってくるというか、ちょっとね今収穫のタイミングをねどうしようかななんて思ってます。ということで、皆さん観葉植物とかね、そういったものとかね部屋に置いたりとか、あるいはベランダとかでねなんか栽培してるよとかいうのはありますでしょうか。今年も残すところ少なくなりまして、今日の夜ぐらいからねなんかすごい寒くなるみたいなんで、このタイミングでね普通に熱出しても結構大変なんで、僕関東の友達がねたまたま微熱でね、熱出たんですけど、それこそね PCR するまでみたいなね、
結構時間かかってたんで、まあ、おちおち熱も出されへんなという感じなんで、ぜひあったかくしてね、お過ごしくださいということで、本日はここまでです。心地よくつながれると嬉しいので、下に並んでるボタン等を押していただきますと、こちらからも、お伺いできるかと思います。まさき21でした。ではでは。